メルシャンは10月6日から8日までの3日間、東京ミッドタウンでシャトーメルシャンハーベストフェスティバル2017 in 東京を開催しました。例年山梨県甲州市勝沼で行われている本イベントは、シャトーメルシャンをより知ってもらうために今回は都内での開催となりました。イベントのテーマはテイスティング日本、日本ワインが生産国である日本においてもっと愛され、もっと親しまれることを目的としています。会場内には21種類の日本産ワインが集結。ワインは試飲して気に入ったらその場で特別価格で購入することができます。また勝沼にあるワイナリーを東京にいながら疑似体験できる VR 体験コーナーなど、飽きさせない要素も充実。日本ワインとシャトーメルシャンの魅力が多く詰まったイベントとなりました。